はい、というわけで今回は来ました、横浜家系ラーメン渾身屋ということで、YouTube でコメントいただいてたんですよ。渾身屋さん食べに行ってみてください。129ですね、これ新都店かな、ここはね。はい、じゃあ今日もたくさん食べていきたいと思います。はい、はい、やるな。味噌濃いんで薄めることはできるのでおっしゃってください。味噌が濃いから薄められる、はい、あ、そうなの、はい、あ、わかりました、ありがとうございます。はい、こちらはやっぱりスープから行きたいですね。濃いって言ってたから、うわ、てか見た目で濃いわ。すごい。今。あ、大丈夫です、大丈夫です。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。ちゃんと優しい。優先って寒くても大丈夫ですかって聞いてくれた。マジか。てか味めちゃくちゃ濃い。これは言われるだけの感じあるわ。めっちゃ濃い。チャーシュー、俺が好きなタイプのやつじゃん。いや、待って、油すっげえ。うわ、やば。ちょっとこれ、油すごいから、ほうれん草とか巻かない方がいいか。そのままでいった方がいいね、最初はね。はいはい。最初にトリッキーなことしない方がいいですよね。ぬめりが効いてますね。うん、いい感じ、いい感じ。うまい。あっつ熱々。やっぱスープが濃いからうまい。半熟ですね。うん。うずらも半熟。おお、すすりくれるタイプだこれ。うん。本当にちょうどいい。なんか長さ。うん。やばい。麺とご飯を一緒に口の中に入れるの合うんだけど。合わないわけないか。うん、うまっ。お願いします、2回です。うん、このトロトロ、ね、すごいトロトロやばこれ。
あ、合う。入れてみようか。これ初めてですよね。合うんだからさ。うわ、麺ちょっと余らせた方がいいね。あ、なんかトッピングの具を余らせた方がいいんだ。うん、おいすごいフレンドリーな店員さんです。でこちら、スープを全部飲み干すとこの期限までは永久に何人来てもこのトッピングが全部無料だって、はい、すごくないですか。100人来てもいいんですって。ちょっと待って、キャベツこれどう食うんだ。ちっちゃいキャベツ一玉乗ってない、あ、乗ってないや、間違えた。キャベツの下にもやしアッパー、あ、これが野菜ね。うーん、担々麺はどうしよう、まぶすか、どっから食べよう。まあ野菜からまずいっちゃうか。ごついな。ジローでいう、クタ野菜だ、これ、クタ野菜。辛い。野菜も、こんな感じで。くぐらせて、くゆらせて、辛いね、やっぱりね。おお、野菜は野菜でいい感じやん。さて麺に来ました。お、麺の量すごい。あれ、さっきより多いんちゃう？多い気がする。え？すごいよこれ。うわ。
トンチンラーメンより汁の味が薄い。トンチンラーメンが多分濃いんだ。天津飯みたいになってないですか？天津飯って言わないか。嫌だけど解放する感じですね。気持ちいいですね。この麺との調和、ニョロニョロ。増やすっていうのをね、ちょっと取り入れようという感じできますね。いつもだったら水を飲むと容量が圧迫されるから飲まないって感じでしたけど、それはなんかね、逆に働きそうな気もするんだよね。1セット目完食っていうの忘れてたよね、確かね。2セット目完食。綺麗だな。まずはチャーシューからいくか。チャーシューとほうれん草を、すごい、チャーシューほうれん草。ラーメン一番最初に食ったやつより濃厚、当たり前か。ということは今週ラーメンかなり濃厚なんだな。
ついてますね。というわけでリクエストに答えまして、本日皆さんにご馳走様やし、超濃厚でめっちゃ美味しかった。やばい、堪能しました。ごちそうさまでした。